ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ、魔理沙は最近何かハマってることはない？そういう霊夢は。質問に質問で返さないでよ。ま、いっか。私は、動画配信サービスで悪女もののドラマを見てるよ。ほう、そうか。それで、日本の歴史上の悪女についても興味を持ったのよ。北条政子とか淀殿とかね。でも、平安時代にも悪女がいたと知ってびっくりしたわ。ああ、藤原のクス子のことだな。うん。クス子の変。っていう個人の名前がついた事件まで起こすとは、すごい悪女だったのね。しかし、その事件、最近では、平城太上天皇の変、って名前に変わりつつあるんだぜ。同じ事件なのに名称変更、どうして？じゃあ、今回は、藤原クス子及び彼女が起こしたとされる810年のその事件の謎について解説していくぜ。それでは、ゆっくりしていってねー。まずは、藤原クス子について説明するぜ。クス子の生まれた年は不明だ。ただ、764年に生まれたという説が有力視されている。クス子が生まれたのは、藤原一族の中でも四季家という家筋だ。ん？同じ藤原一族でもいくつか家筋があるの？ああ、そうだ。通称、藤原氏家といって、南家、北家、四季家？京家があるぜ。これらの家は、藤原の父との4人の息子がそれぞれ祖となっている。しかし、当時すでに南家は、衰退していて、クス子が生まれた四季家が栄えていたんだ。クス子の父、田熱部は、781年に即位した桓武天皇の側近として活躍していたからな。映画のただ中にある家に生まれたクス子は、キラキラセレブだったのね。784年、桓武天皇が都を長岡京に遷都することを決定し、新都長岡京の造営責任者を田熱部に任せた。しかし翌年、田熱部は造営現場の夜回りをしている最中に暗殺されてしまう。お父さんが殺されたの、それは、大ショック。戦闘に反対する勢力も当時はあったからな。しかし、さすがに天皇を襲うことはためらわれる。だから、その矛先が田熱部に向けられたのだろう。この事件の首謀者として、大友の継ぐ人ら数人が捕らえられた。調べによると、事件の約1ヶ月前に亡くなった大友のやかもちがこの暗殺事件を企てていたらしいな。また、やかもちは生前、東宮の大部という皇太子のそばに仕える仕事をしていたことから、皇太子である桓武天皇の弟、佐原親王の関与も疑われた。継ぐ人らは斬首され、個人であるやかもちは官位剥奪、佐原親王は無実を訴えたが、敗退死となり流罪が決まり、流刑地に行く途上で亡くなってしまう。お父さんが殺されて、クス子は大ピンチ。いや、田熱部はあくまで被害者だ。その死が四季家の衰退には繋がらなかった。クス子には、仲成という兄もいたし、クス子も同じ四季家系の忠主という男性と結婚したしな。この夫婦は、三男次女の子宝にも恵まれたぜ。よかった。これなら亡くなったお父さんも安心だよ。事件後、新しい皇太子を立てることとなった。それが、桓武天皇の第一王子、当親王だ。この当親王が後にクス子にとって重要なキーパーソンになる。さて、長岡京の造営は、田熱部の死後もしばらくは続けられたという。しかし、佐原親王が亡くなると、次々と不幸が起こったんだ。桓武天皇の夫人の旅子が亡くなり、ついで母の高野の新笠が、さらには皇后の音室も亡くなってしまう。また、皇太子、当親王も、風病、という現代の躁鬱病のような精神の病にかかる。これらすべてを、亡くなった佐原親王のたたりだと恐れた桓武天皇は、長岡京を放棄し、別の都に遷都することを決定する。それが、泣く用具一平安京ね。ああ、そうだ。実は、桓武天皇は、田熱部暗殺事件という不吉なことがあったので、長岡京の造営と並行して、別の都の候補地として平安京の造営にも着手していたんだ。桓武天皇は、何が何でも遷都したかったのね。なぜそこまでこだわったの？平城京で権威を持った仏教勢力と距離を置きたかったというのがよく言われている説だな。一方で、桓武天皇の父、光仁天皇は、天智天皇の孫だから、皇統が天智系に戻ったことをアピールしたかったからだという説もある。平城京という都は、天智天皇の息子、大友の皇子から、人心の乱で皇統を奪った。天武天皇とその子孫たちの繁栄の象徴だ。だから、何としても都を移したかったんだろうな。そっか、なるほど。さて、遷都から4年後の798年、クス子の長女が皇太子、当親王の妃となることが決まった。しかし、長女とはいえまだ幼かったから、母親のクス子もその受胎に付き添うことになったんだ。これは、娘を心配した忠主の希望でもあった。だが、いざ後宮に入って、親子共に当親王に謁見すると、当親王は、妃である娘よりも母親のクス子の方に惹かれてしまったんだ。
そのため、数日後には家に戻るはずだったクスコは、そのまま宮中に引き止められ、結局、東宮専司という皇太子の世話役に任せられてしまう。皇太子に見初められる子持ちの母。きっとクスコは相当な美魔女女だったのね。あて親王は、774年生生まれだ。つまり、この時24歳。クスコの娘が当時いくつだったかはわからないが、だいたい10代半ばくらいと推定すると、いくら妃とはいえ、まだ幼さの残る少女より、年上である大人の女性のクスコの方に興味を抱いたのかもしれないな。何せあて親王は、病弱だったし、佐原親王のたたりの風病も治っておらず、精神的に不安定だった。そうなると、誰かに甘えたくなるものだ。しかし、母である乙室は、もう亡くなっている。そこに、娘の受胎を気遣って共に後宮にまで付き添ってくれる母性あふれる女性、クスコが現れたんだ。あて親王は、そんなクスコに自分も甘えたくなったのかもしれないな。でも、妃はかわいそう。もちろん、あて親王は妃も大切にした。そのため、寝所で片方では妃が、もう片側にはクスコが添い寝するなんて事態も発生してしまった。これを耳にした忠主は、恥ずかしさのあまり自邸に引きこもり、出勤拒否する。一方、桓武天皇は、激しく怒り、クスコを後宮から追い出してしまう。しかし、あて親王は、クスコを夫の忠主が松家に返さずに、別邸に囲うことにした。クスコたちの式家は、皇統を天智家に戻すことに尽力したから、桓武天皇もこれには見て見ぬふりをするしかなかったようだな。今度は、夫がかわいそうになってきたよ。さらに、忠主の受難は続く。806年、桓武天皇が崩御すると、あて親王が即位して、平城天皇となる。平城天皇は、早速、クスコを宮中に復帰させ、内侍の神の役目に就かせた。そして、クスコの夫を従三位に昇進させるも、太宰の卒に任官し、九州に赴任させた。こうして、平城天皇の邪魔をする者は誰もいなくなったんだ。自分が天皇になったら、やりたい放題ね。政治でも、独裁者みたいな感じだったんじゃない？いや、そうでもないんだ。平城天皇は、地方の情勢把握のための使者を都から派遣して、地方に住む民の声を聞こうと努め、地方から国を発展させようと改革を進めたんだ。また、当時の官庁には無駄が多かったため、それもなくしたり、統合させたりした。そのため、行政組織の作業効率が上がり、無駄に費やされていた財政支出もカットすることに成功したんだぜ。すごい、現代で言うなら大手企業の敏腕新社長って感じね、少し見直したわ。しかし、それもわずか3年で終わってしまう。持病の風病が悪化したんだ。あまりに改革を急いで行ったため、それについていけない保守派の貴族から不満の声が上がっていたし、無駄な官庁を廃したり、統合するということは、大量のリストラ社員を生み出すことにもなったからな。そんな不平不満を聞いたら、もともと病弱でメンタルも不安定な平城天皇だ。すぐに持病を悪化させることになったのだろうな。すっかり気弱になった天皇は、809年、皇太子である弟の神の親王に上位することにした。嵯峨天皇の誕生だ。あら、残念。でも、病気なら仕方ないね。平城天皇は、上皇という立場になった。しかし、平安京では居心地が悪かったのか、住み慣れた平城京に居を移すことにした。もちろん、クスコも同伴だ。こうして、穏やかな療養生活を送るうちに、体調は回復した。すると、平安京にいる弟、嵯峨天皇の政治にいろいろと口出しするようになった。そして、この頃からクスコも兄、仲成と共に政治介入するようになった。嵯峨天皇からしたら、嫌だよね。相手はもう表舞台から去った人たちなのに。そうだな。こうして平安京と平城京、二つの都を舞台に、実の兄弟による対立構図が生まれた。しかも、仲成、クスコ系米が、供養と行政機関の一部を、平城京に移してしまったため、一時は二つの朝廷があるような状態になってしまったんだ。さらに、系米は、平城上皇をそそのかして、嵯峨天皇を帝の座から廃し、平安京から平城京に都を戻そうと画策してしまう。ああ、いよいよやばくなってきたよ。しかし、彼らの計画は、ほどなく嵯峨天皇の耳に入り、仲成、クスコ系米は謀反の首謀者として名指しで激しく非難されてしまう。これに怒った上皇側は、挙兵し、東国へ向かおうとしたが、嵯峨天皇側に先回りされて断念し、平城京へ戻った。その後、仲成は射殺され、クスコは毒を飲んで自害した。平城上皇は出家させられ、皇太子だった上皇の息子、高岡親王は廃太子となり、事件は終わった。これが、クスコの変だ。平城上皇が上位して、わずか1年後の出来事だった。藤原クスコの人生は、まさに波乱万丈ね。でも、事件の名前が変わった理由は、
それは、これから解説するぜ。そもそも、藤原の種継ぐの子である中成、クスコ慶米が、平安京から平城京へ都を戻そうなどと考えるのが、おかしいんだよな。種継ぐは、亡き桓武天皇から熱い信任を得ていた。当然、桓武天皇が遷都にかける思いの深さも理解していたはずだ。その思いは、慶米たちも知っていただろう。そう考えると、彼らが平城京に都を戻すなどと発想すること自体がありえないんだ。となると、この辺の首謀者は他にいることになるね。あ、まさか。そう、平安京から平城京へ都を移そうと考えたのは、平城上皇その人だったんだ。中成、クスコ慶米は、もしかしたらそんな考えを起こした上皇になんとか思いとどまってもらおうと説得する側に回っていた可能性があるな。そっか、平城上皇が首謀者だから、事件の名称が変わったんだね。そういうことだ。ちなみに、平城太上天皇の変、の太上天皇とは上皇のことを意味する。このように現代では、平城上皇がこの事件の中心的人物だったことが通説になっているぜ。でも、長いこと、藤原のクスコの変、と呼ばれていたから、その呼び方に馴染みがある人が多いのが現状だ。それに、クスコたちが悪者にされたのは、歴史書の記述方法にも理由があるんだ。クスコの悪用や事件について主に書かれている歴史書は、日本後期だが、それを編纂するよう命じたのが、誰あろう、この事件の勝利者である嵯峨天皇なんだ。まさに勝利した者が歴史を作るってやつね。でも、それなら素直に、平城上皇がやりました、って書けばよいと思うけど。それができないのが、天皇家の難しいところだ。事件の首謀者とはいえ、上皇に立てついたことは、天皇としてはあってはならぬことだからな。そのため、事実をありのままに記せず、中成、クスコ慶米に罪を全部負わせる形にしたんだろうな。それには、クスコがどんなに悪い女であったか、事件以前の彼女の様子も記す必要があった。つまり、クスコの悪女説も、でっち上げられた可能性が高いんだ。クスコは悪女じゃなかったの？クスコたちが悪く書かれると得をする者が他にもいたんだ。それは、藤原、ホッケだ。この事件を機に、四季家は衰退し、ホッケが栄えることになる。ホッケは、嵯峨天皇サイドについていたからな。実は、ホッケの当時の長、藤原の冬継が、日本後期の編纂作業に当たっていたんだ。四季家の映画を横目で見ていた喜多家は、自分たちもああなりたいと思っていただろうな。だから四季家のさらなるイメージダウンを狙って、事実をねじ曲げて、クスコを悪く書いたことが推測される。クスコは、被害者だったのね。しかし、平城上皇とクスコが、ただならぬ関係だったことは事実だ。平安時代は、恋愛に関しては割とフリーだが、さすがに皇太子や天皇クラスとなると、妃の母親に手を出すのは、良くない。それを許したら国が乱れてしまうからな。一方のクスコだって、それは分かっていたはずだ。だが、相手が皇太子や天皇だったら拒めない。だからクスコは、最初、相手の意にされるがまま従っていたのだろうな。だが次第に、虚弱体質でメンタルが弱い年下男性が、君主としての道に背いてまでも必死に自分を求めて頼ってくれる姿に、クスコの心が動き、二人は相思相愛の仲となったのかもな。現代風に言うとクスコは、ダメン続きだったのね。この事件で得をした者は、他にもいるぜ。嵯峨天皇は、兄との対立の勝利祈願の祈祷を、あの空海に依頼していたんだ。事件後、空海はその実力が認められ、日本仏教界の中で地位を確立することができた。まあ、空海自身は政治闘争に直接関わっていないから、棚からぼた餅的な展開だな。以上、藤原のクスコと、クスコの変改め平城太上天皇の変について解説したぜ。ご視聴ありがとうございました。